はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日はですね、6月26日、金曜日、オタク惑星107話、イエーイ。というわけでね、今日はコラボですよ、コラボです。バンザーイ、バンザーイ、はい、バンザーイ。画面に撮られるナナトラマン、ナナトラマンと、コラボしております。ナナトラマンっていう方はどういう方かというと、小学6年生で怪獣ソフビが好きで、そういう動画を上げてるね、はい、ナナトラマンチャンネルの。1年生でございます、それで。あ、1年生ね、1年生でね、主でございますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。どうですか？今日は学校行きました？はい。学校行きました？ああ、本当いいですね。今日はどうですか？あ、そっちは、あのね、あの住んでるところが違うから、あの、あれなんですけど、暑かったですか？今日は。今日は暑かった？暑かった。暑かった？本当？ほんね、こっちは九州のね、長崎ってとこだけどね、まあ、超暑かったね。今日も30度近くあったよ。昨日はね、すごい大雨だったからね、すごいジメジメしてます。湿度がね。ほんと？湿度が高いね、ほんとね。はい。というわけでね、そういえばナナトラマン、ウルトラマン Z 見ましたか？はい、見ました。どうですか？面白かった？ん？どう？面白かった？うん、でね、セブンがね、めっちゃ強い怪獣、ドーンって言って、うん、おーって、ね、やったら、Z がね、助けてきたの。そうそうそう、このここにいるセブンが、ここにセブンが、かわいいですね、セブンが。セブンがいますんで、いますけど、いやー、僕ね、あの、ウルトラマン Z を見て、感心したことがあってさ、聞いてくれる？はい。はい。あのさ、怪獣が最初出てきたじゃん。なんだっけ、あの怪獣の名前。なんだっけ。まあ、うちが持ってないフィギュアだね。ああ、なんか、古代怪獣。なんだっけ。ここにいると思うんだけどな。古代怪獣のゴメスだ。ゴメスが出てきたんだよね。そう。で、ゴメスが。次にね、めっちゃ強い、なんか、細い怪獣もわかんないうち。そう。なんか、サメみたいな怪獣が出てきたね、その後。でさ、そのゴメスが出てきたときにさ、そのさ、ゴメスよりさ、セブンガーが大きかったじゃん。わかる？セブンガーの方が大きかったでしょ、あのゴメスっていう怪獣よりもさ。このくらいの大きさだった。これ、セブンガーはこのくらいだったらさ、多分ゴメスこのくらいだったんだよね。これお腹ぐらいまでしかなくてさ、で、すぐぶっ飛ばされてたけどさ、あれにね、おじちゃんね、感心してさ、怪獣もさ、今までほら、ウルトラ怪獣ってさ、大体ウルトラマンと一緒ぐらいの大きさじゃん。うん。でも、ちっちゃいやつもいれば大きいやつもいると思わない思わないですね。思わない？ほんと？なんか、やっぱり怪獣もさ、大きいやつとかちっちゃいやつ、動物もさ、犬とか猫もさ、大きい猫もいるし、ちっちゃい猫もいるじゃん。だから怪獣も、大きい怪獣もいればちっちゃい怪獣もいるのかなと思ってさ、それ見てね、すごく感心したんです。すごくちっちゃなさ、ゴメスが出てきて、あー、ちっちゃなゴメスだ。ちっちゃなゴメスだったからすぐ簡単にやっつけてたんだね。そう、いや、そんなちっちゃくね。そんなちっちゃくね。これ半分ぐらいだったかな。15メートル、18メートルって書いてあったかな、多分。少な。でしょ。ウルトラマン大体50メートルとかじゃんね、身長がさ。あれ ?40 メートルじゃない？そう。あ、まあ、ウルトラマンは40メートルなんだけどさ、大体は怪獣とか50メートルとか多いでしょ。あ、これね。おい。あ、そう。それ40メートルだね。そう。ウルトラマンはね。でも、ゴメスは18メートルっていうかさ、結構半分ぐらいちっちゃいわけじゃん。ウルトラマンよりここのぐらいだね。そう、半分ぐらい。だから、わざわざそのちっちゃな怪獣を、出してきたっていうのに、ああ、この怪獣もね、大きい怪獣もいれば、ちっちゃな怪獣もいるんだなっていうことをね、教えてくれたんだなと思ってね、おじちゃんはね、感心しましたよ。
な怪獣を出すんだと思ってさ、うん、感心しました。はい。なんか、こう、ウルトラマンの見どころとかありますか？ナナトラマンは。面白かったとこ。ん？ナナトラマンは、ウルトラマン Z で面白かったところってありました？何か。ここせ、ここってやつ。ここせ、なんかさ、ここせ、ここって言って、ピッて言うところが面白い。おお、相変わらずあれだ、擬音がすごい。とかね。まあ、スタイルもかっこいいよね。ウルトラマン Z のね。格好もかっこいいと思います。思いません？俺こう、見て、ああ、なんか新しめのウルトラマンでかっこいいなと。あ、これアルファエッジだ。あ、アルファエッジ。これね、おじちゃんが、ね、一生懸命色を塗り塗りしたんだよ。色？色を塗りにした。背中とか色ついてるでしょ、ほら。ね、背中に色がついてる。これ、色さ、塗ってないじゃん。色、そう、色塗ったんだよ、これ。後ろ、背中とか塗ってないはずだよ、多分。アルファエッジ。それをずっと色塗って、塗ったの、一生懸命。すごっ。どんなペンで粘土？違う、あのね、筆でね、一生懸命ね、その、絵の具みたいなやつで、塗り塗りしたの。おめでとうございます。ありがとうございます。このね、このマスクもね、ちょっとね、いい感じなの。あの、いい感じっていうかね、ちょっとね、血が変えてるの。いい感じに。だから、こう、こう見たら、かっこいい。ね、ここが多かった。という簡単な自慢でした。はい。簡単かい。がっかり。すいませんね。はい、というわけでね、せっかくナナトラマンとね、一緒にコラボしたんで、好きな怪獣を3つね、紹介するコーナーをしたいと思います。はい、イエーイ。イエーイ。イエーイ。はい、じゃあ、ナナトラマンからいきます、好きな怪獣3つ。こちら、じゃん。あれ、手が。それは、あれ。ハイパーテンデスサイズ。倒れた。はい、もうちょっと上に上げて、ハイパーゼットの君を。じゃーん。いいですね。はい。それは、ウルトラマンサーガだっけ？オーブ。オーブ？オーブに出てきたっけ？サーガには出てこなかった。あれ出てこなかったかな？まあいいや。あ、そう。じゃあちょっと絵本持ってくるね。絵本持ってくるね。はい、こちら。こちら。こちら。エシュームゼペリオン。こちらが変身しております。さあ、よしよしよし、ね、変身しております。触れない害ですね。はい、でもそのハイパーゼットンがなんで好きなんですか？これカマキリみたいなようだから。おー、武器がね、あ、いいですね、はい、これね、武器がいいって。必殺技ね、できるかな、シュートンが。こっちね、なんか弾を作ってドーンってね、飛ばせる攻撃が得意。得意。なんだっけ、一丁だっけ、なんかすごい熱いんだよね。シュートン。あ、いいですね。まあスタイリッシュでね、すごく昔の Z よりもさ、スラッとしてさ、まあかっこいいよね、見た目がさ。確かに。うちね、サーはね、戦ったね、うん、ハイパーゼットエマーコがね、実はね、持ってるんですよ。あ、そうなんですか。いいですね。お、あ、取りたぞ。じゃん、ブックオフで買いました。 あ、これがサーガのやつか。はい。あ、すいません、もうご勉強不足で。そっち、すいません、似てたんで。いや、似てるって言えば似てるよね。似てるって言う。手見てください。確かにね。すいませんな。ああ、すごい。俺が間違ったよ。確かに。ああ、違うんだな。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ありがとうございます。ああ、なるほど。ちょっと違って、そっちの、このカマキリみたいな、その武器が、こう手がね、変形してるのがかっこいいわけね、じゃあ。あえて、その、そっちのハイパーゼットを選んだってことはね。なるほどですね。わかりました。じゃあ、ナナトラマンの1個目の怪獣はそれっていうことですね。はい。2回目は、はい、2番目は出てきたやつなんだけど、はいはい、
の、はい、X。これ本当は持ってて、はい、怪獣はこちらになります。はい、グリーザー3形態です。あー、なるほど。この間もなんか言ってたな。グリーザー3形態。すごく色が派手でいいよね。なんかさ、これさ、うん、鉄棒のさ、この間もしてなかったな、それ。鉄棒みたいね。グリグリ。ぐるぐるぐる。これ、回しやすいから。回しやすいから好きなの？いいね。まあ、怪獣遊びがしやすいってことだね。あの、7トラももうちょっと、とあの怪獣遊び上げてあげないと、ちょっと、あ、いいですね。感じで映ってます。あー、かっこいい。そうつんない。うん。いいね。かっこいい、かっこいいですよね。確かに。僕もね、それ気になったんだよね。あの、持ってないけどさ、すごい気になったの。これ、エクシード X と戦った人なんだ。エクシード X とね、そうそう。エクシード X もさ、なかなかこうね、フィギュアに恵まれなくてさ、多分、ソフビぐらいしか発売されてないからさ、悲しいですね。エクシード X もっといっぱい出してほしいですね。はい、のフィギュアを。実は思います。はい。これね、ネットで売ってます。ネットで買った？ほんと。俺もね、この間山田電機売ったらね、買おうかなと思ってちょっとね、悩んだんだけどね。なるほど。ありがとうございます。うちもね、エクシード X 持ってない。あ、そう。この間ね、エクシード X 見つけてね、買おうかを悩んで、結局買い忘れて帰っちゃったんだよね。買える時になって、あ、エクシード X 買おうと思ったんだと思って帰ってた。うっかりこの Z だけ買って帰りましたね。すみません。はい、おめでとうございます。はい、買い漏らしました。はい、じゃあ、ナナトラマン3つ目は何ですか？はい、3つ目？ 3 つ目は、なんか、UFO キャッチャーで撮った、じゃん、はい、こちらのゴモラになります。クリア、パープル、紫色のゴモラですね。いやー、違うんです。これはね、ダークサンダーエナジー強化っていうんですよ。何ですかそれ。すんげえ横文字が並んだな、今。もう一回言って、もう一回言って。ダークサンダー強化っていう名前です、うん。そうなんだ。ごめんね、全然知らなかったわ。で、それ、なんで出てきたの？これ、色だけ。あ、色だけで、その設定があるんだ、そういう設定が。そうそう。あれだね。ファイヤーゴムラみたいな感じだね。レイオニックバーストバージョンみたいなね。そんな感じなんだね。なるほど。ありがとうございます。いや、それやっぱりその紫色が好きなの。クリアーパープルの。本物のやつがあるから。お、出てきた、ごめんか。はい。こちらのゴムラでございます。はい、そのゴモラ、あ、500のゴモラだっけ？それは。ちょっと大きいやつか、大きいやつかな、それは。これね。マックス？違うか。違うな。これ、ゴモラだよ、ただの。あ、ただのゴモラ、500シリーズのちょっと、いや、大きいよね、少し。あれ、ちっちゃいやつだっけ。ちょっと大きいやつ。ほら、ちゃんと戦える。全然じゃん。いいですね。あれ？あ、それ大きいやつだよね。多分。わかる。多分大きいやつだよね。いいよね。大きいやつ、おじちゃんね、大きいやつね、結構好きでね、集めてますね、昔からね。じゃあ、おじちゃんの好きな怪獣を紹介します。あなたの。聞いてくれ、俺の大好きな怪獣。じゃあ、一番最初は、じゃあ、どれにしようかな。これにします。ジャキーン。わかりますか？これは。ヘドラだ。うち持ってないヘドラ。あ、これヘドラ。ティラリラリラ。持ってないでした。助けて。Oh my god。ヘドラね、これね、なんで好きかっていうとさ、ほら、右と左がさ、全然形違うじゃん。なんかこう、違う形でできてるんだよね。右と左でちょっと形が違うんだよ。ヘドロみたいな。これさ、こじばんでさ、ヘドジやってた。何それあ、僕、俺の、この子が。大丈夫ですか？ちょっとどかしまして、ここに置きました。このヘドラは、
ウルト、あ、ゴジラの怪獣の中で、あの、オタマジャクシみたいなのがさ、ヘドロから進化するんだよね、この話ってさ。知ってる。うちも、なんか、YouTube で見てた。そうなんですよ。ね、やっぱりこう、何、宇宙から来た生命体が人間の、その、何、悪いことに環境破壊によって生まれた怪獣っていうのが、いいですね。好きです。この、ドロドロした感じとか。怪獣というか、幽霊っぽいよね。お化けっぽいね。妖怪っぽくない？なんか。怪獣っていう。気持ち悪い。気持ち悪いよね、ほんとね。いや、この気持ち悪さっていうのが、やっぱりこう、いいのかなと思って、おじちゃんはお気に入りです。はい。次の怪獣いっていいですか？はい。はい。これもね、変、ね、これ、今日、ここずっとばかりに変な怪獣を、ね、よ、選んできました。はい。じゃんじゃんじゃーん。これ何じゃこれ。なんじゃこれって思ったでしょ？なんじゃこれって思ったでしょ？これ。ゴモラ。あ、いいですね。ゴモラっぽいでしょ？でもね、これゴモラじゃないんだ。ゴモラっぽい、偽物怪獣。これ偽物怪獣なんですよ、実は。ゴモラっぽいでしょ？ね。でも、これは、偽物怪獣なんです。じゃあ、お名前は？これ名前？わかんない。でも、なんか可愛いでしょ？なんか口に手当てでさ、うわーって感じで。おーって感じでしょ？これね、他にも、ちょっと紹介させてね。シリーズがあって、ほら、こういうね、こういうね、実は昔ね、100均で売ってた偽物怪獣シリーズなんですよ。だから、偽物だから本物の、ウルトラ怪獣じゃないんです。でも、ほら、見て、アギラにそっくりでしょ、これ。ウルトラセブンに出てきたアギラにそっくりだし、さっきのはゴモラにそっくりでしょ。これね。まあ、そっくり。ね、そっくりでしょ。色塗り替えたらもう完全にゴモラですよ、これ、完全に。体はゴモラっぽい。ねえ、ゴモラっぽいでしょ？鼻の角とかさ、耳のあたりとかさ、ね。で、これ、あのね、偽物だって侮っちゃいけないぜ。これあのね、海外でね、アメリカとかですごいコレクターがいるのよ。偽物ソフビコレクターって言って。海外じゃ、スーパーディノ、なんだっけ、スーパーディノなんとかっていうシリーズでね、なんか集めてる人もいるんです。そうなの。これね、これすごい顔してるでしょ。これね、あの帰ってきたウルトラマンに出てきたビーコンっていう怪獣なんだけど、ああ。そうでね、これねすごくマイナーじゃん。みんなに知られてない怪獣じゃん。あんまり知らないでしょ。みんなゴモラとかキングギドラとかさ、レッドキングみたいにさ有名怪獣じゃないじゃん。でも、まあ、ね。こんなよくわからん怪獣を、のなぜか偽物を作ってるっていうのが。かわいいという感じですね。芋虫だよ、今の声。なんかかわいいでしょ？ね。で、三つ目の怪獣をお知らせします。今から。はい。俺が大好きっていう。それは、じゃじゃん。わかりますか？ヒドだ。ヒドラ。持ってない。ね、これ、ウルトラマンに出てくるヒドラっていう怪獣で、このヒドラって怪獣は、これ、身長何メートル、体重何キログラムかわかりますか？ナナトラマ。知ってる？これ。体重はわからないね。あ、本当体重わからん？これ体重ね、ゼロ。え？体重なし。え？なんで？って思ったでしょ？そう、体重がないの。なぜかっていうと、これはね、死んだ男の子が乗り移って怪獣になったから、幽霊みたいなもんなんだよ。だから、体重がない。ゼロ。だから、これは幽霊なんだ。半分。男の子。なんで男の子死んじゃったの？それはね、あの男の子は、交通事故で亡くなって、交通事故で亡くなっちゃうんだけど、その時に、その、
このヒドラっていうのをこうに乗り移ったかなんかしてこうどんどんね車を破壊するのよ、憎くて車にさ殺されちゃったからさ憎くて車をねこのヒドラはずっと破壊していくので、それを見たウルトラマンが止めに入って倒そうとするんだけど、最後ねこのその死んだ男の子がこの背中に乗ってるのが見えて殺さずに空に返したっていうお話なんです。だから A だから0。はい、いい怪獣だったでしょ。僕の怪獣もナナトラマンの怪獣も全部持ってないよ。だってナナトラマンが紹介した怪獣もおじちゃん全部持ってない。お互い全部持ってない怪獣ばっかりでしたね。はい、そろそろ持ってる怪獣にお願いします。あ、そろそろ、じゃあ、でせっかく3つもう用意したんだけど、まだなんか紹介しますか。はい、お願いします。私まだ喋りたいんで。あ、本当？じゃあ、怪獣雑談でもそのままね、続けましょうか。はい。はい、とりあえず、3つのね、怪獣ね、なかなか、お互いマニアックでしたね。いい感じだと思います。ナナトラマーもね、いろいろ怪獣。持って言ったよ、さっき。ほら、ほら。知ってる？持ってないじゃん、また覚えや。本当？ウィンダム。おいしちゃうんだよ、これ。ナナトラマンが持ってるかいるか、逆にナナトラマンが紹介してよ、持ってるかどうか分かんないからさ。うちはね、確かね、持ってるのはじゃあクリムドです。おお、持ってない。よかった、やっぱりね、こうね、ウルトラ怪獣っていっぱいあるからさ、やっぱりね、お互い持ってないのが多いね。うん、すごい。確かさ、これさ、トレギアがさ、一体となった姿だ。あ、そうなんだ。いや、さすがですね。ちょっとね、なんかいろいろあるけどな、なんかね、いろいろあるけど、なんか、これはもう、持ってそうなの持ってるかな。持ってるそうなのもないな、多分。変なのばっかりあるよ。だって、あ、これは持ってるだろう、だって。ほら。これはどうだ？ガラモンだ。うちは持ってるのがピグモン。あ、いいですね。やっぱりピグモンとガラモン。これね、これはガラモンで、ナナトラマンの持ってるのはピグモン。これね、ちょっと一緒の種類なんだけど、ちょっと違うんだよね、形がね。はい。これも人気怪獣。こっちの方が。ここすごい可愛い。ガラマン。パワードビグモン持ったけどな、俺。どこ行っちゃったかな。まあね、いろいろね、あるんだけどね。まあ、こんな感じでね。あ、バルタン星人ですね。ちょうど手元にね、バルタン星人5代目がいますよ、ほら。バルタン星人ですね。ほら。あ、ありがとうございました。バルタン星人です。取れた王冠、取れたよ。王冠が取れたよ。はい。いいですね。いつもの。はい。バルタン星人。ハサミ。バルタン星人もものすごく人気怪獣だよね。うん。どう？ナナトラマン的にはバルタン星人は好き？嫌い。あ、そうなの？なんで？ネオバルタンを好き。ああ、やっぱり新しめのバルタンがいいんだね。これはね。食べられた。挟まれとるが。誰か。ウルトラマンは絶対勝ってたら大丈夫だよ。ちょっとね、変なのもね、いろいろあるからね。じゃあ、ウルトラマンで言ったらね、偽ウルトラマンもあるよ、ほら。偽ウルトラマン。これ確か、ウルトラ大怪獣バトルに出てきたウルトラマンじゃないかな。これにも出てきてた？これね、偽ウルトラマンだね。なんだっけ？ザラブ星人が変身したやつだな。開けた。あ、いいよ。というわけで、いい感じですな。ありがとうございます。なんか他にご紹介したい装備とかありますか？自慢の。これは好きなんだよね。
いい、みんなに一押しの。1個ね、1個、最後の1個だから。あ、最後の1個。ああ、こちら、で、ミレミアム。ああ、こちら。ミレゴジですな。いいですね。はい、いいです。この紫色が好きなのかな。これのね、のカプセル。カプセルのやつも持ってくるな、これ。はい、そうです。でしょ、でしょ、でしょ。ゴジラ。書いてる、書いてる、書いてる。じゃん、ゴジラ2000って書いております。うん。見えるかな。じゃあ、ゴジラ2000って。ね、2000のやつだね、それは。あ、見えないか。見えるか。背びれが紫のやつだよね。紫、うんうん、紫のね、まだ持ってくるぞ。はい、はい、あ、来た。こっちはちっちゃい方のミレゴジなんだよな。ちょっと上げて、ちょっとじゃん。あ、いいですね、見えた見えた。おー、こっちが1999年ぐらいです。おー、いいですね、背びれがかっこいいですね。あたいもね、ゴジラはね、持ってるんだけどね、あっちの方にあるからね、先に取りに行くのが大変。いや、おじちゃんの部屋ね、すごくね、まあ、片付いてないからね、あのね、ゴジラを取りに行くのにもね、よっこらしょっと行かなきゃいけないんですよ。なんかあるかなぁ、うん。あ、でも一つだけ、ゴジラ系でいい、お、いいのが、いいのっていうか、あの、見せたいのがあるかもしれない。よし、ちょっと待ってね。よし。あ、セブンが落ちた。よっこらしょ。またなんで。よし。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。ジョラもすごいかっこいいですね。よいしょ。よっこらしょ。はい。これ、はい。ジェットジャガー。知ってる、これさ、ゴジラ対メガロイ出てきたジェットジャガー。そうそうそう。このね、ソフビを動くように改造したやつなんですけど、おじちゃんが。かっこいいでしょ。おじちゃん？おじちゃんが、俺がね。俺がね、こう。ユリエットさんでしょ。ソフビってさ、あんまりこう、肩しか動かないじゃん。でそれを、いろいろ動くように、一生懸命頑張って作りました。だから、いろんな。それ、いや、じゃあ機械持ってんの？機械。ん？機械？うんうん。機械がなくてもなんかカッターナイフとかハサミとかで作るよ。よいしょ。素晴らしい。ありがとうございます。いやいや、そんなことないよ。多分ナラトラはもうちょっと大きくなったらできるようになると思うよ。簡単簡単。こっちは本当はうちが作ったんです。入れ口。いいですね。最近あのガシャポンのやつだよね。はぁ、なんで知ってんだろうかねーねー。そうね。はい、ガイガンも。あ、なにそれなにそれ。あ、ガイガンか。ガイガンもかっこいいよね。それは、ファイナルウォーズのガイガンかな。あ、それは違うんだよな。これが、ファイナルウォーズ。でかいのが、ほら、こういうファイナルウォーズ。ですね、ニラサワさんのデザインのかっこいいやつね。いいよね。確かに、かっこいい。俺も。ある。じゃん、こちらジオラマでございます。それはさっきのゴジラのジオラマか。はい、こっちが、はい、こっちがね、ミレゴジでございます。はい、それではね、今日107回はね、ここまでです。ナラトラマンとのね、ソフビ自慢コーナーでした。ご視聴ありがとうございました。108回にお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。バイバイして。はい、バイバイ。